どうもこんばんちは、キシトです。ファインドラボ話題トライング続き読んでいきたいと思います。帰ってきてすぐ外を巨大な嵐が襲った。間一発だったようだ。今日のデートは楽しめた？山下ごめんね。でもショーを始める時間だから。アリーはポケットからマスターキーを取り出し、リングを指にかけてくるりと回すと、例の閉ざされた扉の鍵穴に刺した。さーて入りますか。彼女は鍵を回しドアを開けた。うわ、思ったよりちょっと重いな、このドア。きっと防音か何かだよ。まあいいか、行こう。また階段？同じ階に作ればお金がかなり節約できるはずでしょう。でもそしたらあまり秘密にならないんじゃない？秘密が何さ、鍵で十分じゃん。それもそうね。階段はあったけれど、ラボへの階段ははるかに短かった。ほんの少し降りただけで階段の先が見えてきた。これはあれだ。あれって？しばらく前にキャットはこの島の情報を全部本に記録されてるって言ってた。デジタルのものやインターネットは使ってないって。僕も聞いた覚えがあるよ。でもあれはデタラメ。恐怖と統制で世界征服を目論む邪悪な企業だよ。ネットも使ったように決まってるじゃん。それで今見つけたのがその秘密。見られたくないいろいろってわけ。ずいぶんすごいところみたいだね。すごいところの話じゃないよ。ここにある情報は、戦争の、なんだこれは。なんとか税 S 税を変える可能性もある。初めて見たこの感じ。レジスタンスに本当の勝機が出てくるかもしれない。でも、それだけじゃない。どういうこと？パパとママと兄弟は遠い昔に奴らに連れ去られた。私にはまだ生きてるのかさえわからない。あの頃私はまだ小さくて、起こったことをちゃんと理解できてなかった。もしみんなを見つけ出すのに役立つものが、あるいは少なくとも、みんなに何があったのかを探り出すのに役立つものが存在するなら、それはきっとこのパソコンの中にある。それが私が島に来た本当の理由。すべてを危険にさらしたただ一つの理由。私が。でも、探しているものがなかったら？もしも。命がけだな、それもな。アリー。ユイはアリーのそばに駆け寄ってぎゅっと抱きしめた。きっと大丈夫だよ。私を信じて、ね。アリーは深呼吸した。こんなとこ見せてごめん。もう大丈夫だから。ありがとう、ユイ。いいんだよ。準備はいい？よし、やろう。アリーがコンピューターの、起動準備をしている間、僕はバイオレットに目をやった。彼女も僕と同じくらい不安そうだったが、それを表に出すわけにはいかなかった。画面がつき、一つのメッセージが表示される。パスワードを入力してください。まあ、すんなり行き過ぎだとは思ったんだ。でも、まだ諦めないよ。彼女はいくつかのパスワードを試したけれど、どれもダメだった。くそ。きっとデミアンかキャットしか知らないんだろうけど、直接聞けるわけがない。沈黙が部屋を見出した。これで終わりじゃない。そんなはずはない。思いついたことがあるんだけど、今度はゾンビとの格闘は吐いてないよね。いや、いつもそんな案ばかりってわけじゃないから。言いたかったのはつまり、パスコードを破る方法があるかもってこと。僕はプログラマーだから、あらゆるパスコードを、パスワードを全部試していく、やつを作れる。時間はかかるし、失敗しすぎると一定期間ロックされるタイプだとなおさら時間を食うけど、いつかはパスワードがわかるはず。けど、番組が終わるまでにわかる保証はない。私が考えてたよりはよっぽどマシなプランだね。アリーは手に駆け寄ってギュッと抱きしめた。ありがとう、かわいいかわいい素敵な手だ。いいね、もっと褒めてくれていいよ。その間に残った私たちもパスワードを考えよう。それで思い出した、大事なことを言っとかないと。大事なことって？代筆計画ができた。彼女はマスターキーを取り出し、僕たちに掲げてみせた。飛行機を見つけたところから相当遠くない浜辺のあたりに隠し格納庫がある。おお。もう効果は証明済みのこの鍵があれば、格納庫のセキュリティを切って飛行機を乗っ取ってここから飛んでおさらばできる。僕たちは文字通り喜びに飛び上がった。信じられない、脱出はもうすぐそこね。ここまで長かったわ。ま、もうすぐだけど、でもまだ終わってない。この嵐じゃ今夜はどこにも行けそうにないし、まして空を飛ぶなんて無理。でも明日の夜が晴れなら
私たちはもう空の上ってわけ。コンピューターはどうなるの？行く前にパスワード破らなきゃいけないんじゃない？そうだよ、アリーの家族はどうなるの？まあ理想的にはそうだけど、でも正直私はみんなとこうして知り合って、みんなのことが大事で、だから決めたんだ。儚い夢を追うよりも今目の前の大事な人を救うのが大事だって。ダメだよ、そんなの認めない。もし私がアリーで妹を探してたら、それで探すのを諦めちゃったら、私はいつまでも後悔する。アリーもきっとそうだよ。でもこれ以上みんなにここにいてくれなんて言えない。ここにいたら危険でしょ。ユイは私たちの意見を代弁してくれてるわ。本当に大事な家族がいて、あなたも大事にされてるなら諦めちゃダメよ。パスコードを破るまで私たちもどこにも行かないわ。最初位までかかってもみんな、いや、やっぱりダメ。みんなの命をかけてまでチャンスをつかむ気はない。私は引かないよ。君はどう思うわけ人？うん、このチャンスはつかむしかない。このチャンスはつかまなきゃダメだよ、アリー。君にはそれが必要だと思う。私、まあまあみんなちょっと落ち着いてよ。僕はプログラムの神、最高オブ最高だよ。パスコードは明日までに破る、約束する。だから心配しないで、いい？みんな大好きだよ、本当に。ありがとう。なんで全員に感謝するわけ？コードを変えたり案内するのは僕なんだけど。僕たちはみんな笑った。初めの悪いニュースからは信じられないようなことだった。僕たちはチームだ。そして一緒にここから出る。誰も取り残さない。もう寝ようということになった後、僕はベッドに横になり、物思いに沈んだ。昨晩あんなことがあったのに、今日はこんなに勇気に満ちて終えるなんて、誰が予想できただろう。僕たちはやり遂げた。僕たちは。明人、寝る前にもう一つだけ。どうしたの？トラ。さっきはちょっと熱くなってて、まずい。どうやればいいのか。ダメだ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 、これはまずい。さっぱりなんだ。だって、考えてみたら、僕のハッキング知識って、すごい勢いでキーを叩いて、ビンゴって言ってる動画だけで、だから、ああ僕はベッドから文字通り飛び出した。よかった。ただの悪夢だった。まったく、殺人恋愛番組はぐっすり寝かせてもくれないのか。何ニヤニヤしてるの？うん、デートのことで。最近はいろいろいい感じだからさ。昨日のバイオレットとのデートでまだ子供みたいにクラクラしてるんだ。達人恋愛番組に出るのもある意味特権なのかしらね。まああまり気を抜かないことね。まだあと数日残ってれば、それが終われば普通に戻れる。楽しみにしてるよ。でしょうね。厄介払いは早い方がいいわ。あなたを引き止めておくのはお金を食うもの。ともあれ、運命の質問よ。今日の幸運の相手は誰かしら。それは。それで、明日はテラかアリーってことになるよね。テラで行くのが一番だと思うわ。でもテラにはパスコード破る時間が必要なんじゃなかった？いや、もうコード破りプログラムは完成したよ。今話してる間にもあらゆるパスワードを試してくれてる。2回のデートが終わるまでに破れる保証はないけど、でも試してみる価値はある。ありがとう、テラ。気にしないで。それに、アリーとのデートは最後に取っておいた方がいいと思うし。なんで？いやさ、アリーはなんかすごい秘密組織のなんかすごいスパイなんでしょ？僕よりも絶対、飛行機強奪の才能があるじゃん。それはどうか知らないけど、私もそれでいいよ。私はその間、不測の事態への計画を練ることにする。スカーレット、バイオレット、ユイ、力を貸して。喜んで協力するわ。もちろんよ。できることなら何でもするよ。よかった。それじゃあ、まあ。よし、アキヒト。何？僕、コードを破るやったけじゃなくて、それと連動するゲームも作ったんだ。どういうこと？テラは僕にゲーム機を手渡した。超特急で仕上げたんだ。一見コードを破るゲームに見えるけど、実はあのコンピューターに除雪作用するようになってる。
このゲームから正しいパスワードを入れれば、あのコンピューターにアクセスできる。理解できた？すごい。こんな短時間で作れたなんて信じられないよ。大した頃じゃないよ。単に僕のママに思い切りクソくらいを表明しただけ。ママは、僕が画面に向かう時間を全部無駄の時間だと思ってたからね。とにかく、デート中にところどころでこのゲームをやって、思いついたパスワードを試してみることにしようよ。もちろん、視聴率やら何やらがあるなら、デート中ずっとってわけじゃないけど、それでも、できる限りね。うん。いいと思うよ、たら。僕って天才だよね、アキヒト。天才です。エラは狂ったように高笑いした。そうだね。こいついなきゃ積んでるだろう。今日は、テラと過ごしたいな。そう、じゃあ手配するわ。でも、ずっとゲームをして過ごすのは避けてね。信じようと信じまいと、ゴールデンアワーに視聴者が求めてるのはそういうのじゃないから。約束はできないけど、最善を尽くすよ。心もとないけど、それでよしとするか。ごめん、キャット。ほとんどゲームをして過ごす計画なんだ。どうも、アキヒト。ゲームしよっか。そうしたいところだけど、キャットが言うには、ゲームしろ、だよね。よし、来た。何かに熱中してる時のテラを止める術はない。僕たちは楽しく会話しつつ、遊戯室で一緒にゲームを始めた。普通の会話に聞こえるくらいありふれた内容だけれど、やろうとしていることを隠せるくらいには暗号めいた会話だ。テラと僕は、アリートの場合のようなイカれた冒険には一も出なかったけれど、テラと過ごす時間は、アリートの時間に劣らず特別だった。機密データベースに侵入しようとしているんだということを忘れれば、ほら、本当に。パートナーとの家での楽しい一日のようだった。じゃあ、テラ最高はどう？試す価値ある。ダメだ。通らない。残念。テラしか勝たん。ダメだった。テラはちゃんとカタカナにした？あと、最後は0123を足すとか、裏でコード破りプログラムが動いてて本当に良かった。そろそろギアを切り替えよう。キャットに、僕たちの生存に役立つようなプロダクトを提供しないと。何するの、アキヒト？日光？なんで？うわー、ぐわー！僕を置いて先に行って。うん。これは明暗じゃなかったかもしれない。やることはともあれ、結局、いつもの屋敷の中に落ち着いちゃうね。でも、それで全然問題ないじゃん。まあ、そうだね。さっきのゲームをもう少しやろうか。了解。じゃあ、ダミアン・ブラック・クソは？ダメだ。通らない。キャット・ブラック・クソは？それも違う。じゃあ、アキヒトは？もうそれ当てずっぽうでしょ！さっきまでとは違ったと思う？ま、試してみるか。僕たちはヘッドライトを照らされた鹿のようにポカンと顔を見合わせた。よっしゃー！僕たちはお気に入りのスポーツチームが大会で勝ったかのように歓声を上げた。ちょっと待て、なんで君の名前がパスワードなの？全然わけがわからない。僕もさっぱりだよ。今夜になればわかるんじゃないかな。そうだといいけど。さて、今日はゲームはもう十分でしょ。君からそんな言葉を聞くことになるとは思わなかったよ、テラ。僕は驚きに満ちてるからね。嬉しい知らせを伝えるのは後でいいでしょう。今日は何か楽しいことしない？外でやるやつとか。いいと思うよ。よし、来た、行こう。僕たちは一分もせずにまた中に戻ることになったけれど、その後のテラとの時間もとても楽しかった。ビンゴ。気持ちいいピンポンという音とともにパスワード入力画面が閉じてる。うわ、結構あるね。なんで宿題なんて名前のフォルダがあるんだろう。うわ、このフォルダ名は絶対エロ画像でしょ。エラが開こうとしたところでアリーが口を挟んだ。見せてもらってもいい？あー、ごめんごめん、そもそもの目的を一瞬忘れてた。どうぞ。ん？どれどれ。アリーはフォルダやデータベース、レポートを与え始めた。どんなものでも役に立ちうる。同時にテラは全ファイルを自分のコンソールにダウンロードし始めた。どうやら僕の名前がパスワードになっている理由を示すものはならそうだ。
残った僕たちはアリーとテラのためにスペースを空けることしかできなかった。どうやらあとは登る一方みたいね。みんなコンピューターにログインできなかった場合は特にアリーが心配だったけど、でも結局はうまくいったようだし、判断にはまだ早すぎるけど、でもあなたが正しいことを祈るわ。縁起の悪いことは言わないようにしよう。でさ、みんなここが出たらまず何をする？縁起の悪い話はやめるんじゃなかったの？私はまっすぐ秘書座席に戻るわ。それが一番だと思うから。その点は何も変わってないもの。それは素敵な心だしね。お願いだから、また自分に自分の発明を使われないように気をつけてね。いい？いや、前も気をつけてたけどね。そんなにしっかり決まってるのは尊敬するわ。私は効果が出れば楽しみだけど、その後何をするかはまだよくわからない。全然 OK だよ、バイオレット。これも人生の醍醐味だよ。進みながら考えればいいよ。僕は、バイオレットになってるけど、これ。その通りね。バイオレットは僕を見て微笑んだ。今のところ、僕の計画もそんな感じかな。戻ってきたよ。ちょっと。エラが言いたいのは、やったよってこと。戦争の流れを変えるのに役立つものは全部手に入ったし、私の家族の居場所も分かった。生きてたよ。おお、よかったね。アリーがこんなに幸せそうなの見たことがなかった。彼女は僕に再び抱きすぎ、飛びつき抱きしめてきた。どうか、本当によかった。ほっとしたわ。私もとっても嬉しいよ、アリー。よくやった、テラ。コードを破ったし、他にも今は言い切れないくらいいろいろやった。みんながいなかったらできなかったと思う。本当にありがとう。こんなに待つ必要はなかったのに、みんなは私との家族のために待ってくれた。感謝してもしきれないよ。彼女は後ろのポケットからマスターキーを取り出し、右手でぐるりと回した。脱出の準備はいい？実を言うと、ずっとここにいようかなと思ってたところだよ。インターネットがないのってマジ最高だからね。それすごくわかる。脱出しましょう。ついていくわ、アリー。はあ、まあ邪魔が絶対入るだろう。僕たちはアリーの後に続いて屋敷を入れて森を抜け格納庫へ向かった。うわ、こんなのあったんだ。まあ僕はそもそも外に出てないんだけど、気づいてなくても無理ないよ。ずいぶん遠くにあるからね。まあそんなの今は関係ないけど。アリーがマスターキーを引っ張り出し、右手でぐるりと回した。格納庫のドアへ向かい、鍵穴にキーを刺す。回そうとしたけれど鍵は回らなかった。さらに何度か試したけど鍵はびくともしなかった。どういうこと？どういうこと？キャットはどこでもこのキーを使ってるはず。ここで使ってるのもいたのに。きっと鍵を変えたんだ。つまり手詰まりってこと？そんなことは。アリーが言葉に詰まるのは珍しい。こんなに打ちひしがれた様子の彼女を見るのは心が痛かった。わからない。気まずい沈黙が僕たちを包んだ。僕はここで死ぬのだろうか。僕たち全員？僕は。いいえ、まだ終わりじゃないわ。まだ諦めるのはごめんよ。でも格納庫には入れない。警報を鳴らさずに押し入る方法はないよ。今のところはそうね。でも、後で入るなら話は変わってくる。記憶が正しければ、アリーとアキヒトの3回目のデートではいつも飛行機で一緒に飛んでたはず。まあ、あの飛行機があなたたち2人だとすればの話だけど、大方、アリーが何か行かれたことをしてアキヒトが巻き込まれたってところじゃない？否定できないな。間違いなく私たちだわ。どうして僕たちがその飛行機がこれまで一度も知らなかったのかは、きっと謎のままだろう。つまり、デート中に飛行機に乗ってもスタッフは気にしないってこと。なら、一時的に鍵を貸してもらうこともできるはずよ。まだ飛行機は手に入る。明日のデートの間ならね。いつもよりはるかにたくさんスタッフがいるだろうけど、それでもチャンスはある。その通り、残った私たちはそこそこ近い場所にいればいい。疑われないように砂浜なんかはいいかもしれないわ。でも飛行機を手に入れたら、私たちは走って、あなたたちに拾ってもらって、ここからおさらばってわけ。いけるかも。いずれにしても、私のプランのこの結果よりかは、マシだね しね。一瞬不安になったけど、でも、なんでもなかったわね。それで行きましょう。バイオレットがいなかったら危ないところだったよ。チームの努力の結果よ。成果よか。誰が一人でも剥げれたら、
私たちは行き詰まって脱出の見込みはなくなってた。きっとそうよ。みんなはそうかもしれないけど、僕は絶対急いでもやってたね。浜辺に出た途端、機能を停止するくせに。やっぱりチームが一番かも。僕たちは揃って笑った。さっきよりも雰囲気はこの上なく良くなっていた。その夜の残った時間を、僕たちは計画の詳細や不測の事態が起きた時の対処について話し合って過ごした。けれど、何があっても確かなことが一つ、僕たちは脱出を決して諦めないということだ。明日全てが終わる。明日が勝負。驚きに飽きひと、本当に最後の1対1のデートまでたどり着いたわよ。気分はどう？最高。正直、最高だよ。アリーとのデートがどうなるかワクワクしてる。きっと腰を抜かすわよ。ブルー総出で特別なデートの用意に酷使されたから。総出っていうのはブラザーズ5ってことね。私たちが準備する間、アリーを探して一緒にちょっと時間を潰してたらどう？そうするよ、キャット。さてさて、あら、どうやら浜辺にいるみたいね。そこに向かうとするよ。オンエアできないようなことはしないでね。殺しはいいけど、トップレスは NG よ。殺しはいいってやばいだろ。僕はキャットに手を振って浜辺へと出発した。キャットの言った通り、アリーは浜辺にいて、海を遥かに見渡していた。おはよう、アリー。明人、いつも通り会えて嬉しいよ。昼と夜のアリーの声はまさしく昼と夜みたいに対照的だった。カメラを気にする必要はあったけれど、それでも慣れはそれなりに必要だ。他のみんなとのデートを打ち明かすのは難しいって分かってるけど、それでもいい線行く自信あるよ。楽しみにしてるよ、アリー。期待してて。一番いいものは最後に取っとくって言うでしょ。彼女は僕に手を差し伸べた。じゃあ行こうか。僕は彼女の手を取った。喜んで。僕たちはお互いへの理解を深めつつしばらく浜辺を歩いた。でさ、この番組が終わったら何するの？まずは家族に顔見せて、それから美味しい夕食を作ってあげるかな。私が出発してから1週間もしないうちに心配すぎて具合悪くなってると思うからさ。今は何考えてるんだろうな。もう2年は経ったでしょ。やっとは正しかった。覚えていない方が幸運なこともある。アリーにはそんな贅沢はない。そりゃそうと、サプライズがあるんだ。来て。彼女は僕の手を引いて森へと向かった。正直、アリーは本当に感動していた。もちろん森に入って格納庫へと向かうのは意図的な計画だ。でもアリーはそれを至って自然に見せていた。きっと気に入るよ。これを。彼女と同時に僕はそれを目にした。僕たちにはただ立って見てることしかできなかった。嘘。アリーはよろめき、今にも倒れそうだった。誰が彼女を勧められただろう。格納庫は荒れ狂う炎に飲まれていた。燃やされてる。信じられないほどの熱だった。あと一歩でも格納庫に近づけば生きたまま焼かれてしまうだろう。油が燃える悪臭が容赦なく僕を襲った。僕たちは言葉を失っていた。そして燃え盛る炎の前には炎から歩き去る彼女がいた。なぜか僕にはすぐ彼女だと分かった。キャットが？ごめんなさい、アリー、タキヒト。ちょっと計画変更よ。見れば分かるでしょうけど、格納庫に少々問題が起きたの。代わりに陸上で過ごしてくれないかしら。僕は叫びたかった。彼女は死に物狂いで攻撃したかった。僕は、キャットを攻撃する？どういうこと？殴るってこと？何もできない。攻撃する。どういうことだって感じかな。一歩を踏み出した時、一緒に引き戻されるのを感じた。求められた。アリーだ。彼女の目が全てを物語っていた。そんなことはするな。彼女の言う通りだった。僕のせいでみんなを危険にさらすわけにはいかない。僕は全力を尽くして、ここの飛行機が僕にとってどんなに大事だったかをぶちまけてしまうのを何とか抑えた。落ち着かないと。表情からキャットに気づかれてしまうかもしれない。了解。とにかくキャットが無事でよかった。何があったの？まだ調査中よ。まあ何にせよ、私たちにはどうしようもないね。僕は他のところに行こうか、キキト。
彼女は僕の手をしっかり掴んだ。どうしてこんな風に僕に微笑んでやれるんだろう。もちろんだよ、アリー。その日の残りの時間、アリーと僕は一世一代の演技に励んだ。僕たちの顔を笑いで満ち満ちていたけれど、今ではかつてなほど自分たちがキャットの恐ろしい人形島に閉じ込められているのだということを自覚していた。そして、キャットは僕たちを踊らせるのが大好きだ。彼女は僕たちが逃げようとしているのを知っていたに違いない。けれどどうやって？僕たちは何かミスをしただろうか？4号がバラしたんだろうか？一体そもそも僕たちは4号を信じるべきだったんだろうか？僕は誰を信じればいいんだろう？時間は刻々と過ぎてゆき、番組の終わりはどんどん近づいている。みんなと集まる時間だけれども、でも、一体何をどうすればいいんだろう。テラーとかなくなっちゃったからね。逃げる方法はない。最後のチャンスは、格納庫と共に死んだ。いっそ僕だけで逃げるべきだろうか。いや、うまくいくはずがない。そして、僕が失敗したら、他のみんなに被害が及ぶ。一体どうすれば。具合が悪そうね、アキヒト。何しに来たの？君の望みは何？キャット。今あまり気分が良くないんだ。また後にしてくれない？あなた演技にはあまり向いてないわね、アキヒト。あのね、あなたたちのことも大世界学のことも私もう知ってるの。僕は血が凍った。飛行機を奪ってここから飛び去る。突き止めるのは大して難しくなかったわ。僕は何か抗弁しようとしたけど声が出てこなかった。ただただ目を丸くすることしかできない。あなたたちがラボを見つけて記憶を戻したのも知ってるわ。いや、少なくともあなた以外の記憶はね。それに毎晩集まって脱出方法を探ってたのも知ってる。っていうか知ってるに決まってるでしょ。私がいたからこそここまでたどり着いたんだから。どういうこと？ついてきて、その方が早いから。僕たちは遊戯室の近くの例の鍵なかった部屋へ向かった。キャットがマスターキーを取り出し、くるりと回す。ウサギごときが私から鍵を奪えるはずないでしょう。正直、僕はもう何を信じていいのかわからなかった。彼女はドアを開けた。他のみんなは中にいて、驚いて僕の方を見つめていた。今すぐあんたを殺さなくていい理由を一つでも教えてくれるかな、キャット。二つでどう？一つ、あなたと接触してた内通者は4号じゃなく、私だった。だって、そりゃそうでしょ。あいつはこんなことできるほど賢くないわ。二つ、そもそもあなたたちが島を出るチャンスを手に入れたのは私のおかげ。大ニュースよ、アリ。あのタンクはただのバグったわけじゃない。キャットが私をタンクから出したんだね。そう、まさしく私一人ね。アリは答えを失っていた。僕も同様だった。キャットは何がしたいんだろう。あなたの望みは何、キャット。真面目な話？あなたたちと同じよ。私はこのイカれた列車から降りたい。外に出たいのよ。あなたたちのささやかな大性格に私も混ぜてもらえるかしら。何？私の顔に何かついてる？信じがたいでしょうけど、この島に残りたい人のリストはごくごく短いのよ。やだ、信用できない。僕はどうやったかわからないけど覚えてるんだ。前にもキャットと脱出しようとしたの。僕は君を信じたし、君に恋さえしていた。5人でも足りないわけ？信じらんない。そして君は僕を裏切って僕を撃った。信じられるわけがない。どうせ油断されておいて背後から刺すつもりなんだろう。本当なの、キャット？恥ずかしながらね。でもそうするしかなかったのよ。デミアの性格は知ってるでしょ。血がつながってたって関係ないわ。あいつは愛する人を人質にして思い通りに人を踊らせるのよ。裏切ったのはごめんなさい、アキヒト。本当に。でももしまたやることになったら私は躊躇なくやれば。私には守らなきゃいけない人がいたから。あなたには私は悪役にしか見えないでしょうけど、
私にも大事な人がいるのよ。そんなに情け深いんだな。なんで唯一の脱出方法を燃やしたりしたんだよ。燃やされて幸いだったね、マギヒト。計画通り飛んでたら、今頃あなたたちは全員海の底だもん。どういうこと？デミアンの残忍な罠よ。出演者が記憶を回復して、脱出を試みる可能性があるのをあいつは重々承知してる。だからあの格納庫と飛行機を作らせたわけ。脱出しようとする人が行きそうな場所だから。その通りよ。やばすぎる。先読みしてるな。前にも言ったでしょ、アリー。飛行機やボートを使うときは島が見えなくなるほど遠くには行くなって。もし行ってたら、あなたは花火みたいにぶっ飛んでたでしょうね。アリーと僕が乗っていた飛行機が、ほとんど空飛ぶデストラップと同然だったと知って、僕は手筋が凍った。あのね、単に現実問題として脱出には私が必要なのよ。私なしじゃ、あなたたちはきっと、服役を突破することはできない。服役？文字通りよ。そして残念ながら私のそばも、私たちの脱出のためにあなたたちが必要なの。彼女は握手を求めて僕に手を差し出した。手を組まない？まずは話し合わせで。キャットが壁にもたれている間に僕たちはどうするか話し合った。本当に信用できるの？これもまた罠なのかも。アキヒトがキャットに騙されるのはこれが初めてもならそうだし。そうだね。でもこうなったら私たちにはもう大して失うものもないわ。前に私たちがひどいことをしたとしても、脱出にはキャットが必要よ。大丈夫、アリー。大丈夫。自分に腹を垂れてるだけだから。いや、自分を責めることないよ。まだみんな生きてるんだから、それで十分でしょ。テラの言う通りだよ。僕も、自分が今どう思ってるのかははっきりしないけど。でも、僕たちは生きてる。それだけでも意味はあるよ。そうだね、アキヒト。それに、言いたくはないけど、信じられようが信じられないが、このまま進める気なら、キャットの助けは必要になると思う。うん。でもキャットには目を光らせておこう。うん。でも、キャットには目を光らせておこう。言えてるね。じゃあキャット、私たちの助けが必要って言うなら、まずはいくつか質問に答えて。どうぞ。この異常な番組の目的は一体何？なんで私たち何回も何回もこれを繰り返されてるの？レジスタンスから来たんならよくわかってるはずよ。これは私たちが放映してる殺人番組のうちのほんの一つ。民衆を怖がらせることで政府に反抗して団結するのを防ぐためのね。民衆を恐怖で麻痺されたい時はどうするか、逆らったらどうなるかをそのまま放送すればいいのよ。あんたたち、けだものだよ。自覚ある？否定はしないわ。けど、私たちが不幸を仕切ってるわけじゃない。中にはね、失いかねない家族がいるスタッフもいるのよ、アリー。人質ってことみたいな感じだよな、これ。続けて。番組の放送前に、私たちはうちうちにテスト視聴者向けにテストをして、成功したものにどんな視聴率がついて、あと、あまり成功じゃなかったものにどんな落胆が押し寄せられるかを、落胆が寄せられるかを確認するの。十分にテストが済んだら放映するんだけど、これじゃあ効率が悪かった。でも、殺人番組を何度も何度も撮って、どのバージョンが一番高視聴率を見るわけにはいかない。殺した人間は生き返らないから。テスト視聴者についてもそれは同じ。単に複数のバージョンを見せるのじゃダメなのよ。前のバージョンを覚えちゃったら、それが意見に影響しちゃうから。本当に命がかかってるんだって、感覚をなくさずに複数のバージョンをテストする方法はなかった。けれど私の記憶書き換え機があれば話が違ってくる。その通りよ。全員を再利用できるようになったボランティア出演者もテスト視聴者もね。起きたことを忘れさせられる以上、毎回初めての感覚のまま番組を何度も撮影できる。それを私たちはこの2年やってきたってわけ。途方もない話だった。うすうす感づいてはいたけれど、まるでただの実験用ネズミのようにずっと見られていたと思うが、僕自身は本当に
自分の命を心配していたのに、胸が悪くなりそうだった。僕たちはしばらく沈黙した。そんなに長いことテストしてるんなら、本番は一体いつ来るの？本番なんてないのよ。テストの中で一番良かったバージョンを使うだけ。でも、デミアンがこの番組を使う予定の時間を限られてて、もうそろそろそれも終わる。これが最後のテストなの。終わるまでに逃げられなかったら、あなたたちは死んだも同然よ。デミアンと私は、高視聴率が良ければあなたとパートナーは解放するって言ったけど、あれは嘘だった。だね。そうよ。助けるまでにこんなに長いこと長いこと、時期を待っててごめんなさい。何もかも危険にさらすのが怖かったの。けど、もう失うものはないわ。彼女は握手のために僕に手を差し出した。手を組みましょう。少なくとも、ここから出るまでの間。今回も、尖閣権は事実上ならそうだね。この気になれば、君は今すぐにでも、僕たちを通報できるんだな。それはそうよ。それに、あなたたち全員の言葉より、私の言葉の方が信用される。けれど、それじゃあ私の救うべき人は救えない。気に入ろうと気に入るまいと、私たちは協力するしかないのよ。あら、交渉成立だね。アリーはキャットと握手した。キャット、あなた本当に？大丈夫よ、スカーレット。もう、そんなことは重要じゃないし、時間は一刻も無駄にできない。そう言うなら、ともあれ。唯一脱出できる唯一のタイミングは番組の最終日よ。真夜中から日が昇るまでの間。その時間に新婚さんを迎えるためのボートが来る。それが生きてこの島を出る唯一の方法よ。そのボートは貨物船も兼ねてるの。各撮影の間に物質を補充するための手段ってわけ。島に他の飛行機はないの？ボートだと飛行機よりずっと遅いわ。残念ながらそう簡単な話じゃないの。島の周りには保護柄があって、2つの機能を持ってる。第一に島を衛星から見えなくしてる。だからあなたのお仲間はここを見つけられなかったのよ。あい。第二に人間よりも大きなものが核兵器を出入りしようとするとこんがり丸焼け。適切な敵味方識別信号を出してない限りね。その信号を出してるこの島から出る唯一の方法がさっきのボートってわけ。さぞかし厳重に警備されてるんだろうね。そうよ。でも乗組員が守ってるわけじゃない。船自体は最小限の人員で動いてるの。気をつかなきゃいけないのは島のスタッフの方。その島のスタッフはどうするかっていう問題は残るよ。前に確認した時は何百人もいたけど、僕たちの方は10人にも満たない。実を言うとそんなに難しくもないかも。うまくいくかもしれない計画を思いついちゃった。ただ正直ちょっとクレイジーだけど、面白そうじゃない。またゾンビが絡んでくるなら僕は降りるよ。ユイは自信も新たに計画を説明した。その自信に押されて、みんななんだかうまくいきそうな気がしてきた。幸いまだ明日があるから、必要な時間はちょうどある。これはうまくいくかもしれないわ、ユイ。イカれてるけど天才的だよ。イカれというよりは、これまでのその、発想力を隠してたって言ってほしいかな。私には想像もつかないくらいクレイジーだわ。だからこそうまくいきそう。早速取り掛かりましょう。待って、みんな本当に僕と同じ計画聞いてた？お？急に英語。けれど、キャットはその場に残っていた。僕たちの話はまだ終わっていない。どうしたの？何を企んでるわけ？キャット、僕は君を信じたい。本当に。でも君、何か企んでるでしょう。今まで僕が君を信頼した時と同じようにさ。そう思うのも仕方ないわ。けど、やってしまったことは変えられない。あなたに信用してもらうために私が言えるのは、私たちには二人とも大切な人がいるってことよ、明人。そしてあなたが脱出できなかったら、私の大切な人はあなたもろとも終わってしまう。私に全部かけろって言うつもりはない。そんな必要ないわ。私がお願いしたいのは、あなたが会ったことのない、そしてこれからも会うことのない人を助けてほしいってことだけ。罪のないその人、不思議だった。
僕を地獄に突き落とし、実験用のネズミ扱いし、それ以上のこともしてきた張本人なのに、なぜか今彼女は真実を言ってるという気がした。正直、あなたが信じてくれるかどうかは大して問題じゃないのよ。急に英語。信じるよ、キャット。さっきは怒鳴ってごめん。いいのよ、私は文字通りあなたを撃ったんだから。それだけで怒ったりなんないする権利はあるでしょ。僕たちはそのここ数年間一緒にやってきた。連続だと2週間も続かなかったけど、それでも君のことは分かってる。君は無作法で狡猾で、僕の目の前で嘘をつくのも何とも思わないやつだと思う。ねえ、私を褒めるパートまで飛ばしてくれない？信じられないくらい思いやりがないし、誰にでも隠し事をするし、それにそろそろ終わった？でも君は悪い人じゃないと思う。番組が始まるたびにいつも君は僕に話しかけて、僕は一人じゃないんだとも思わせてくれた。それに僕が決して希望を失わないようにもしてくれた。それは君の仕事に入ってなかった、そんな必要はなかったはずだ。けれど君はそうしてくれた。何度も何度でも何度も何度も、どの道助からないって言いたいほど分かっていながら、それを続けるのはきっととても疲れることだったはずなのに。どうしてこんなことしてるのかは分からないけど、でも君は本気で人を助けたいんだと僕は信じてる。そう言ってくれて嬉しいわ、キヒト。でもあなたは勘違いしてる。どういうこと？私があなたや他人、他の人にしたことは、どれも利己的な理由からしたことよ。たまたま積もり積もってでいい感じになっただけ。けど褒めてくれてありがとう。さっきと違って、今彼女が真実を言っているのかどうかは僕には分からなかった。僕たちはその後すぐ別行動に移った。僕は夜の残りの時間を他のみんなの準備を手伝って過ごした。部屋に戻った時には疲れ果てていたけれど、それでも数時間の間眠れなかった。何かが下の先まで出かかっているのだけれど、何なのかあと一歩のところでは分からないような感覚だ。けれどなぜか、これまでになく答えに近づいている気がした。はい、というわけで、ね、じゃあ今回は一旦これでね、終わりにしたいと思います。さあ、もうおそらく終わりも近いでしょうね。はい。というわけでね、次回もよかったらね、また見に来てくれると嬉しいです。ぜひともね、チャンネル登録、高評価もしてくれたらね、励みになりますので、よろしくお願いいたします。それでは。